田辺瑠衣、石飛恵梨香の帝王大附属高校潜入部。はい、鬼から夏役の田辺瑠衣です。はい、東方優希役の石飛恵梨香です。この番組はシーズン4が開幕し、新たなステージに入った六本木サディスティックナイトの魅力を深く深く追求して皆様にお伝えしていきます。どうぞ最後まで楽しんでください。今日はこんなことをやっていきましょう。六本木の運営 K さんによる六本木サディスティックナイトアクセサリー&フレグランス解説。はい、アプリ六本木サディスティックナイトをより楽しんでいただくため、今回はゲームの中のアイテムですね、アクセサリー&フレグランスについて運営 K さんから詳しくお話を聞かせてもらおうと思います。では早速 K さんお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。 K さん、なんかね、前も出てくれてそこから引き続きありがとうございます。 K さんありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあね、早速もう話伺っていこうかなって思うんですけれども、改めてアクセサリー&フレグランスとはっていうところからちょっと説明していただければなと思います。はい、まずアクセサリーは基本的に各パラメーターがアップしていくものですね、今ちょっと画面を見ながら操作をしますけど、例えばパワー系のアイテムをこうつけると、こんな風にあの緑色の数字が出てパワーがアップする。で、まあパワーのアップがあるとテック、テックパックのものと、あ、これ地獄の連コンですね。あ、出た、出た、私が書いた地獄の連コン。と、まあ、スピードと、あと HP、この4種類があります。効果は、はい、あのレア度が高くなるに従って、ね、強いものになっていくんですよ。高い効果を発揮してくれてみたいな感じですもんね。はい、パラメアップするっていうものですね。で、対してフレグランスの方は、パラメアップももちろんあるんですけど、あのスキルを変えたりとか、例えば今このアズサはパワーとテクを 7% ずつアップさせるっていうフレグランスがついてたりしますけど、夏だ、夏、この例えば夏とか、ここにはパワーを 110% アップさせるスキルに変更みたいな、こういったスキルの変更するようなフレグランスもあります。他にはあのスキルの発動率をアップさせたりとか、あとはこのフレグランスを取り外すフレグランスみたいな、あー、そこ取ってくれるやつ、もとも上書きしちゃうとなくなっちゃうんですけど、それを使うとちゃんと残ったまま取り外せる、それ大事ですよね、そういったような感じ、まあ、補助機能も結構ある、ただアクセもフレグランスも両方とも基本的にはメンバーを、強くしていく、感じのものですね。はい、リアリティとかは関係なく一つしかつけられない、そうですね、どのカードも一つしかつけられないので、何をつけるかっていうのは結構、だからだいぶ選んでつけないと、これがいいじゃんでつけちゃうとちょっと考えながらつけたりっていうのも結構大事ですね。はい、そのね、アクセサリー&フレグランスなんですけど、どうやったらまずは手に入りますかね。基本的にはあの各イベントをプレイしていただくと手に入ったりします。例えばこれは、ナイトジュエルウォーズ、はい、だね、で報酬確認とか、この一番上に気合のペタンコ靴みたいな、これつけると身長が下がるっていう、結構珍しいアイテムなんですけど、こんな風にイベントで頑張ったり上の方のランキングに入るとフレグランスとかアクセサリーが結構手に入りますね。今ナイトジェルボーズの画面ずっと開いてますけど、そうですね、スキルを変えるフレグランスもあれば身長を変えていくアクセサリーもあるという感じで、今日はあのイベントで入手することが多いかなと。だいたいイベントの、まあ、真ん中辺から上の方の報酬に結構入ってたりします。ゲットするためにみんな先生たちはね、いろいろ頑張ってくれてるわけですもんね。取れるチャンスがあれば確実に取っていった方がチームは強くなっていくかなと思います。ゲームが入れやすくなっていくというわけですね。楽しみ方がいっぱいありますね。でそんな中での、まあ、おすすめのこう組み合わせとか、まあ、先生たちの中でこう人気これを組み合わせがちだなみたいなのってあったりするんですか。イベントごとに多分おすすめの組み合わせみたいなのがやっぱりあって、月初と月中のあの協力バトルイベとかでは攻撃系のアクセパワー9000アップとか、そういうのをやっぱりつけていった方が有利になるかなと思います。ただあとは六本木マスターっていうイベントだと HP アップ、敵の攻撃に耐えられるようになるんですけど、ヒットポイント上がって
っていうのをつけていくと、まあ、時より先に死ななくなる。いや、それ大事。HP がゼロにならなくなるみたいな。あとはそうですね、バトルタワーとかだと HP もあとスピードも結構大事になってきたりするの で、結構イベントによって使い分けていくのが大事かなと思いますね。使い分けだ。そうだね、臨機応変に。そうなんだよね。なんかこの組み合わせ好きと思っててもこっちには向かないから変えたりとかしなきゃみたいなのもあるから、これやっぱ慣れてる先生とかはさ、この組み合わせすればもうここでは勝てるみたいなの分かってる先生とかも多いと思うんですけど、初心者の先生とかはね、何つけたらいいんだろうみたいなのあったりすると思うんで、教え合ったりとかね、あったらね、素敵ですよね。それこそね、アクセサリーフレグランスのことについてみんな知識ついたんじゃないでしょうか。ぜひね、今回の話も参考にしてぜひぜひ楽しんでください。以上、六本木サディスティックナイトアクセサリー&フレグランス解説のコーナーでした。続いてはこちら、帝王大附属高校通信学部。はい、お便りのコーナーです、早速読んでいきましょう。エリカお願いします。はい、ナイトジュールネーム、あやひかりさん、あやこさん、はい、どちらかありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いつも楽しくゲームをしています。ありがとうございます。これからも楽しい話を聞かせてください。楽しみにしています、ということで。楽しい話、嬉しい。ちょうどよかったんじゃない、今日とかはやっぱさ、ゲームの話をさ、Kさんから聞かせてもらってさ、確かにこの機会にもしかしたら始める方もいるかもしれないし、そうそういう方にとってはすごくいい話だと思う。そう、普段やっぱだって作り手側の方の直接生の声で聞けるなんてことなかなかないですから。ないし、普通にプレイしててあんまりそこら辺いじってこなかったよって人もいるかもしれないし、なんでね、これからもね、ケンさんには登場していただきたいですね。ぜひたくさんお話聞きたいですよね。これからも楽しみにしていてください。よろしくお願いします。この番組では皆様からのお便りを大募集しています。ゲームや番組の感想はもちろん、先生の近況なんかも概要欄からどしどし送ってくださいね。以上、帝王大附属高校通信学部のコーナーでした。ここからは六本木サディスティックナイトの告知をしていきますよ。アプリ六本木サディスティックナイトではトライアングルラバーズイベントを開催中。今回のテーマはプール開き。プールを掃除して泳ぐなんて青春じゃないですか。ぜひ特攻カードをゲットしてイベントに参加してくださいね。そして最後にリアルイベントの告知です。展示会イベントナイトジュエルメモリーズ2のチケットが発売中です。南青山で7月19日金曜日から21日日曜日曜日の3日間開催されますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。この田辺るい、石飛エリカの帝王大附属高校潜入部は次回は6月26日に配信です。チャンネル登録をして通知をオンにして絶対見に来てくださいね。じゃあ先生、また来てね。